エブゲーニー・イバーノビチ・アレクセーフは、ロシア帝国の海軍軍人、政治家、太平洋艦隊司令長官、極東総督として、日露戦争の原因を作った人物の一人として知られる。父親も、海軍軍人。1863年、海軍士官学校を卒業。士官人間護沿用公会に従事し、世界就行を経験。百七十八年、 巡洋艦、アフリカ艦長。1883年、フランス駐在部艦。1886年、一等巡洋艦、アドミラル・コルニーロフ艦長となり、三度目の世界就航。1892年、巡賞に昇進し、海軍軍令部副総長。1895年、太平洋艦隊で艦隊司令に補えされる。1897年、 少々に昇進し、国会艦隊副司令長官。1899年、ロシア帝国が新国から咀嚼した関東州の中流軍司令官及び太平洋艦隊司令長官に就任。同年から翌年にかけての義和団の乱鎮圧に従軍し、満州を占領した。その先行により、中条に昇進。1902年から1903年にかけて、 極東政策をめぐって、ロシア政府内の意見が、対日優和論と対日強硬論の二つの意見に分かれると、対日強硬派に属しない将、ヴィアチェスラフ・プレーベやアレクサンドル・ベゾブラーゾフらと、中国だけではなく、朝鮮も支配できると主張した。ニコライ二世は、強硬論の影響を受けて、朝鮮は、多少の危険を犯しても手に入れる価値があると、考えるようになった。 その結果1903年に大将に昇進、極東総督に任じられる。この役職は政治、軍事問わず極東に関するあらゆる問題を管轄する役職であり、関東州の行政や軍事のほか中国、朝鮮、日本など近隣諸国に対するロシア帝国の外交までも任せられた。ロシアの資本家の要請に応じて朝鮮半島圏域に興味を示し、 同じく、朝鮮半島支配を狙う日本に対する露骨な敵視政策を取った。1904年2月に日本軍による攻撃で日露戦争が始まると全局東の陸海軍の指揮権を与えられた。4月にステパン・マカロフが戦死すると太平洋艦隊を直接指揮した。しかし、陸軍のトップであるアレクセイ・クロパトキンと折り合いが悪く、 さらに敗戦が相次いだために政府内は責任を問う意見が占め、10月の佐賀海戦でロシア軍が敗れると完全に陸軍の指揮権を剥奪され、変わってくるパトキンが陸軍総司令官となった。1905年国家評議会議員となる。ロシア革命が起きた1917年に議員を辞任。直後にヤルタで死去した。ありがとうございます。